福岡付近、筑波市さげ付近、茨城県道201号、藤沢荒川沖線は、茨城県土浦市藤沢から、同市荒川沖に至る、一般県道である。土浦市藤沢の国道125号交点から、南下市、筑波市下出、同市下広岡を経て、土浦市荒川沖の国道6号交点に至る、道路路線。主要区間は、 学園東大通りの東側でほぼ平行する経路をたどる。つくばし広岡では国道354号と交差し、常磐自動車道桜土浦インターチェンジ付近を通過するほか、終点に近い土浦市の中村南6丁目北交差点では学園東大通りを斜めに横切る。1959年10月14日、新たな県道として、 新張郡新張村大技、藤沢沖店都市、土浦市荒川沖町を終点とする区間を、本路線とする県道藤沢荒川沖線として、茨城県が、県道路線認定した。1995年に整理番号201となり、現在に至る。つくば大島から、道志春風台までのバイパスが2015年4月22日に、供用開始となった。 道路法の規定に基づき、つくばし大島同市アメク保管は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。AB、道路の区域の変更、茨城県法、第1246号、ピアニッシモ、1213、ABCDE、 茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、P13 県道路線認定茨城県法、号外10月14日より道路の区域決定、茨城県法、号外10月14日より、道路の区域変更、道路の供用開始、茨城県法、第5294号、P5、道路の区域変更、道路の供用開始、 茨城県法号外第53号、ピアニッシモ4号、県道の路線名及び整理番号の変更。茨城県法第637号、ピアニッシモ82、道路の共用の開始。茨城県法第2162号、P9、道路の区域の変更。茨城県法第2296号、P18、道路の共用の開始。 茨城県法第2296号 P19 土浦土木事務所県道藤沢荒川沖線バイパス桜大橋が4月22日に開通しました。お知らせ茨城県2015年6月30日閲覧道路の共用の開始茨城県法第2683号 P15 道路の区域の指定茨城県法 第2902号 P8 道路の区域の指定、茨城県法第2950号 P5 道路の区域の変更、茨城県法第2977号 P15 道路の共用の開始、茨城県法第2980号 P17 道路の区域の変更、茨城県法第54号 P5 県道藤沢荒川沖線桜大橋の供用開始について茨城県公式サイト道路の専用を制限する区域の指定茨城県法第2980号ピアニッシモ1828ありがとうございます